もう止まりますよ。もう止まるので、今日中に払わないといけないので、お願いしますよ。イベントです。さあ、イベントです。イベントですよ、皆さん。このね、携帯代払わないと止まるんですよ、携帯が。ねえ。携帯止まっちゃうんだわ。マジで。携帯。
これで声出た？これで声出た？声出た？声出ましたか？聞こえた？だね、君たち民間人、一般人にはね、そんな来ないでしょ、年賀状なんて。君たちなんてね、民間人、一般人だから年賀状来ないと思うけど、大体うちの年賀状ってね、大体ですよ、大体ね、毎年ね、これぐらいは来るね、これぐらいはね。これぐらいは来ますよ、これぐらいは。あとね、その中からね、お見せできるのはね、社労士の先生とかね、君たちがね、関わりないね、そういうね、ビジネスの人、君たちに教えれないビジネスの人のね、年賀状をね、取り除くとだね、まあ見せれる年賀状はね、まああんまないんだけど、あんま見したくないんだけど、ね。言うとくけどね、俺ね、芸能人からも来るからね、芸能人からも。ね、芸能人からも来るからね、芸能人からも、こうやってほら。芸能人からも年賀状来るから。これなんていう名前やった、この芸能人。俺名前合わせた。この芸能人なんていう名前やった、これ。ね。なんとかまなみ、橋本まなみやったっけ、ね。芸能人からも俺年賀状来るから。芸能人からね。そうそう、橋本まなみからもね、年賀状来るから、俺。橋本まなみからね、ちゃんと。橋本まなみから、ちゃんとね、明けましておめでとうございますってね、ちゃんと橋本まなみから来るんだよ、君たちと違って、芸能人は。芸能人はね、忙しいんだから。ちなみに言うとね、これちょっと個人情報だから、ちょっと宛先は見せれないけど、これね、うちに届いた年賀状なんだけど、誰から来たかというとね、なんとだよ、たまちゃんから来たの、たまちゃんから。たまちゃんから年賀状来たんだけど、ね、今年もいっぱいビールが飲めますように、たまって。ね、たまですのたまちゃん。たまちゃんから年賀状来てんの、俺。すごくない？まあ、なぜか知らんけど、右下にブーちゃんとね、その上にね、オカルト店長もなんかポンポンポーンって書いてなんかサインされてるけど、ね、たまちゃんから。たまちゃん。え、知らんの君ら。君ら知らんの、たまちゃん。ねえ、オカルト店長の、そうそう、配信者のね、配信者っていうか、YouTuber のね、YouTuber っていうか、パチンコ屋の、何やったっけ、パチンコ屋の、なんて、ハップスなんとか店の、たまちゃん。金牌の元カノじゃねえよ。え、オカルト店長知らんの、オカルト店長。ねえ、YouTuber のオカルト店長よ。オカルト店長、なぜか知らんけどね、俺のフルネームで来てんのよね。これびっくりしてんけど。え、なんで俺の名前バレてんの？なんで俺の名前バレてんの？と思いながら。まあまあいいんだけど。火薬から来てないわ。なんで火薬から来るんだよ。まあ大体ね、うちへの年賀状ってまあまあこれぐらいね。まあ毎年毎年ね。まあまあまあ、50枚ぐらい来てるんだけど。まああまりね、お見せできないので、ね。まあね、一枚だけでさせていただきましたけどね。まあ、こういうのとかね、あと、橋本まなみからとかね。で、芸能関係は橋本まなみと、たまちゃんとね、たまちゃんと。赤ちゃんみたいな。いや、返すのはちゃんと嫁ティーがやっといてくれてるから、ね、俺は知らんけど。そんなことよりもね、690690払わないといけない、690690。ね、ちょ、イベント18位やで、頑張れよ、お前ら。イベント今やったら18位やぞ。ちょっとポンポン持ってるだろ、ポンポン。ポンポンよこせよ、大量のポンポンよ、おめろよ。せめてポンポンよこせよ、ポンポン。ねえ。ポンポン。で、協定で払うから、じゃあ、何？
チアガールちょうだい。チアガールちょうだいじゃ。チアガールちょうだいよ。あ、ポンポン3個あるやつ。ポンポン、ポンポンでも今、ポンポンだけで今18位やから、これでチアガール飛んだらえらいことになるぞ。1位いけるで。なんでポンポン3つもらって19位に落ちてんだよ。おかしいやろ。なんでポンポン3つもらったのに19位に落ちてんの。あ、ジローさんありがとうございます。さすが。さすが。サブローさんも来て。太郎さん、ジローさん来た。サブローさんは今日も夜勤です。今日も夜夜勤です。なんでポンポン6つもらったのに18位から19位に落ちてんの。なんでどういうこと。電池死んでん。嘘やん。サブローさんも来て、マジで。ねえ、9つ来たら大きいよ。もうみんなもサブアカ作れや、はよ。ねえ。サブアカ作ってどんどん投げなさいよ。お、18位に復活してるっぽいけどな。ちょっとリアルタイムじゃないかもしれんけど、これ。ちょっと早く。メガホンじゃねえわ。ポンポンだわ。おい、18位上がったやろ。ポンポン、ポンポン。いつもの応援やからね、ポンポンと、チアガール。この応援ランキングはね、地投げしたら、監視されてて、バンされるから。地投げバンされるから、これ。これ、ほんまの実力試されるからね、これ。俺、A グループやから。A グループやで。しょっぱなから A グループのね、第1部。俺の上ね、知らんやつばっかりやわ。誰やねん、お前らみたいな。誰やねんお前らみたいなばっかりやけど、誰やねんお前らのくせにもう2万5000ポイントもらってる1位は。すげえな。誰なんだよ、お前は。地投げしてんのかな、この辺。おかしいもんな、どう考え。だって俺の上誰一人として、お前ら誰だよ、みたいなメンバーしかおれへんで。まあ、下もお前ら誰だよ、やけど。上もっとお前ら誰だよ、やけど。こんな奴ら配信してたみたいな。そんな奴らに負けてんだけど、ちょ、も、ナイスも押して、ほんで。ねえ、ナイスとポンポン。ナイスとポンポン。ナイスと、ねえ、イベントアイテム。早く応援してください。なんで嫌。なんで嫌ですなんだよ、ね。メガホン関係ねえだろうがよ、だからよ。メガホン関係ねえだろうよ、これ、イベント。ね、いくら今んとこ5万ぐらい。5万ぐらいって今んとこ6万9069円。6万9069円。今がまだチャンスやで。ね、ローン等の申し込みができへんなったり、ね、利息が取られたり、ね、期間中もなんかオプション料金発生したり、ね、窓口手数料取られたり、大変なんだから。配信止まってないわ。止まってないわ、配信。はよして。じゃあ、はよアイテムして。はよ買ってきて。イベントアイテム買うてきて、はよ。もう眠たいんだから、俺。夜勤で帰ってきて飯食って眠たいんだから、とか寝てたんだから。寝てて通知で目覚めたんだから。嫁のパート代なんかまだまだ給料先でしょうがよ。早くして。マジで。マジで早くして。早く。よいしょ。見てないよ。何の動画？何の動画？なんかの動画見る言ったっけ？何やったっけ？何の動画やったっけ？ピンポンマンのやつは見たよ。ピンポンマン。
ねえ、携帯止まるんだけど。ねえ、ピンポンマンの動画だったら見たよ。ピンポンマンの動画だったら見たよ。ピンポンマンの動画見たよ。まあ、携帯止まっても死ねへんけどね、別に。え？恥ずかしい。偽物じゃねえよ。あれやらせくさいよね。なんか、こんなんして、西成敵に回したな、この野郎！この野郎！この野郎！ダンカンこの野郎！あんなやつおれへんし、あのビビリのね、イボが、名前出したかあれやけどね、あのビビリがね、わざわざ1階に降りていくわけねえだろよ。おかしいだろ。警察芸したいがためにわざわざ頼んだんだよ、あれ。で、あそこね、動画にもあったように、入り口の自動ドアが開くねんけど、隣にもガラスのところがあって、ね、そこだったら扉開かないからって言って、ね、そういう体でやってたけど、普通に住人に入ってきてるとき、やばいやばいと思って、どっちも隠れとったから。おかしいやろ。住民が入ってきたときにね、うらーってそいつも普通やったら入ってきて、ね、えらい目合ってるはずやのにね、それはなかったって。完全なやらせだからな。どうせ、なんかどっかのね、あれ読んで、ね。なんかとりあえずなんかして、みたいな。あのビビリ、私、西成なんかに喧嘩売ってないよね。今日はなんか出る。お前、全方位に喧嘩売っとるやないか。西成だけやなくて、全方位に喧嘩売っとるやないか。しかもなんか勝手に八福神に電話するとか言うだし。お前、できんやろが、っていう話。出禁の店に何電話しようとしとんの？ほんまあかんな、あんな、体当たり芸もええとこやろ、あんな。当たられたらやばいで。だもう、これ以上ね、この話題はナッシン。この話題はナッシン。これ以上かかったらまた何言われるかわからんから。あとはもう、りょんに任しとこう、りょんに。りょんがきっちり料理してくれよ。りょんと警察に任しといたらいいよ。りょんと警察にね、任しとくから、そんなことよりもね、イベントなんですよ。イベント中なんだよ、これ。イベントアイテムちょうだい。イベントアイテム。もっとあるでしょう。ね、今何個もあった。おかしいやないか。10人、1人3つ投げれるはず、入れるはずやのに、5人見てて、誰か1人投げてへんな。いやいや、ちょっと話そらしたらあかん。話そらしたらあかん。1人投げて、あ、減った。閲覧減った。あ、来た。匿名来た。匿名さん来た。あ、ロケットマンさんいらっしゃい。誰か投げてへんやろ。ね、1個だけって中途半端な。おかしないか、これ。あ、ありがとうございます。ロケットマンさん3つです。ポンポン3つです。ポンポン。ポンポンね。ポンポンね。あ、メガホンも5つありがとうございます。ポンポンの数おかしい。16ってどういうこと？ 16 っておかしいやろ。18やろ。じゃあ早くお金ちょうだい。協定で増やそう。寝ながら協定して増やそう。マジで。リア突ね、もう次の日勤まで待って、ちょっと行く元気がないわ。特安までは。特安まで行く元気がないわ。アイコの分 アイコは俺が投げてあげるから大丈夫だから。アイコは俺が3つだけ投げてあげるから、ポンポン。ね。で、アイコに売名するから。俺今アイコに投げてこうかな。今アイコに投げてこう。アイコやってる？ポンミエはいかないですよ。お金ないって、だから、なんで君が金のかかることばっかり言うの？なんでだから10万渡さないといけないの？俺がもらいたいわ。ポンミエ定食おごって、マジで。今日お腹空いてて、横綱ラーメンのインスタントのやつとね、
レン佐藤のご飯とレンジの唐揚げ2個食べて、先に、ね、とりあえず帰ってきて飯食って寝てもたわ。あいこやってた、やってた。嫁32かな。トンテキタダでいける、どういうこと？トンテキタダってどういうこと？タダじゃねえだろ、2000なんぼ取られるわ、あんなもん。ちょっとポンポン足りないよ、ポンポン、ね、ポンポン足りないよ。なんでああなの？トンテキ？ダイナマイトね、うん、ダイナマイトどうせ食べれなくてまた3000ぐらい取られるだろうがよ。ポイント一気に貯まるわ、あんなもん。ポイント一気に貯まるわ。トンテキ1枚すぐ無料になるわ。食べれねえだろ、あれよ。あれ、あの、腹いっぱいで食べれねえとかじゃなくて、肉が硬すぎて噛めねえんだわ、あれ。うん。あれ言うとけど、肉が硬すぎて噛めねえからな。冷めれば冷めるほど肉が硬くなっていくから。だからあれ食えないシステムなってんだよ、トンテキって。飯は入る。ね？飯は全部入った。でも肉が、ね、二切れまでしか噛み切れないんだよ。あと二切れが、もう口に入れても噛めないんだよ。顎ガクガクなるわ、あんなの。顎鍛えてからじゃないと、あれ勝てねえわ、あれは。あ、蒸し豚やったら、蒸し豚やったら柔らかいんかな。ようわからんけど。あのトンテキだから硬いから無理だわ。硬さで無理だわ。量とかじゃなくて、硬さで無理。割とマジで。マジバナすると。ね。大食い無料の店？もうそんな別に大食いしたくないんだけど別に。普通にちょろちょろ美味しく食べさせてよ。ねえ、そんな大食いばっかりしなくてもいいんだけど別に。ね、普通に美味しく食べれたらそれでいいんだけど。別にマクドナルドのドライブスルーもね、わざわざお面かぶって、カツラかぶってね、自転車で行く必要ないと思うんだ。うん。普通に車で行けばいいじゃん、ドライブスルーなんだから。昔、千里の神田前にあった、あ、なんかあったな、そういえば。千里の神田前にもなんかあったな。千里やったっけ、あれ。摂津じゃなかったっけ、千里やったっけ。あ、俺が学院大前となんか勘違いして、なんかいろいろかぶってま、なんか勘違いしとるわ。会社の車あるわね。会社の車でビューっと行ってドライブスルー行けるわね、別に。普通にドライブスルー行ったらええのに、ね、わざわざね、お面かぶって、カツラかぶって、ね、チャリンコ乗って、ドライブスルー行く必要ないやろ。普通に車でビューっと行ったらええ、ドライブスルー。ドライブスルーなんだから。ちなみに昨日も、ね、高速のね、阪神高速の環状線の港町パーキングエリアでボーっと車止めてしてたら、そこのガードマンにじろじろ見られた。じろじろ見られた。何パーキングエリアって車止めてボーっとしてあかんのか。パーキングエリアって車止めてボーっとしてあかんのか。ガラガラで俺ともう一台ぐらいしかおらんのに、もう一台のなんか、何ワゴンのタクシーみたいなやつは、ほったらかしやのにね、俺の軽の方だけじーっと近寄ってきて、めっちゃ見られてんけど。うん、しかも配信外やで。はい、侵害でさ、ジロジロ見れたら俺侵害やわ。はい、侵害やったわ、ほんまに。それおかしい。どういうこと？何がおかしい？ダメなの？車のロゴにシール貼って、ああ、そうそう。だから会社名書いてあるからね、下手なこともできへんし。で、めっちゃ中覗かれたし、ね。めっちゃ中覗かれたし、ね。やばない、あんな。勝手に中覗いていいの？会社の車の。あかんやろ。なんで不可視なの？いちいちそんなこと吹かせないんだ。なんで港町のパーキングエリアに車止めて、ぼーっとなんかしてただけで、車覗かれたわっていう吹かし、そんな吹かしいる？そんな吹かしいる？いらねえでしょ、そんな吹かし別に。で、まだ18時なんだけど、ちょっとポンポンは？いや、おかしいやろ？いや、でも主演
スにおるおっさんが、あの、ガードマンの制服着てんねんけど、あそこ。で、ちょろ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 って、後ろ通って、ね、なんか別のとこ見に行ったから、あ、俺ちゃうんかなと思ったら、また戻ってきて、俺の車めっちゃじろじろ見やがってんけど、なん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 もう気悪いから、もうちょっとまして俺も出たけど、せっかく俺、港町パーキングで寝ようと思ってたのに。会社帰ったら寒いしよ、足冷えるしよ、俺わざわざ回路一個開けたっちゅうねん。で、その回路もなかなか効けへんから、もう足寒い中でブルブル震えながら、朝まで待って。結局、昨日だから、あれから仕事なかったんけどな。帰り、堺から高速乗ったやろ。そのまま帰ってきて、報告書書いて終わっただけやねんけど。うん、昨日も楽勝やった、うん。昨日も楽勝。もう、この仕事楽でええわ。ほんま存在してるだけで金もらえるから。ハッキン回路、これはな、あ、ハッキン回路ってなんかあれやな、あの、オイル入れるやつやな。今使ってんのは、これ、切り灰貼る。切り灰貼る使って、これ貼る系はあかんな、これ。これ貼る、貼る系って薄いし、ね、なんか、あの、備え、なんか、熱くなるとき一瞬バーッと熱なんねんけど、だいたいなんかぬるい感じで、すぐ冷えてもうて、効けへんなるし。かといってね、あの、開けてその辺置いといたら、ね、ちょっとなんかぬく、ぬるいままでね、なんかいつまでも思っとん。次の日の出勤前まであったかい。すごい無駄に使った気分になるわ。切り灰の火燃やすの、火燃やすやつがあんの。延長チケットないでしょ、今。延長チケット昨日無駄に使ったからもう1枚もないわ。昨日から1ポイントもないしな、ほんで。あ、本来の切り灰。そんなんがあんの。ちょっとポンポンなんとかして、19位に落ちてるんだけど。ねえ。イベントなのに19人あっち、おかしくない?ねえ、今7人見てんだろ ?7 人かける3で21個あるはずなのに16個しかないやないか、お前ら。いやいや、1ポイントってお前ら。2ポイントか。ねえ、0、あの、完封負けは久々に免れたけど、完封負け久々に免れたけど、久々やで完封負け、免れた。ずっと、もう10枠ぐらい連続で0ポイントやったぞ、俺言うとくけど。ね、イベント期間中やっちゅうのによ。どういうことこれ、ね、じゃあ早押してポンポン。おかしいやろ。ね、誰か5個、あ、逃げた1人、1人逃げやがった。1人逃げやがった。あと2つ持ってるやろ、誰か。1人逃げやがったな、クソがよ。2つ持ってるだろ、あと誰か。このマスク1回ぐらい、何回かね、中フキフキしてる。さすがにね、ずっと使ったら臭い。さすがに臭い。マスクの内側臭なる。メガホンじゃねえだろうがよ。メガホンじゃねえんだわ。ポンポンだわ。ねえ。今日休みじゃない。今日も夜勤よ。夜勤明けの今日も夜勤よ。朝帰ってきて、ラーメンとご飯と唐揚げ食うて、ね。あの、いつも通り、あの、落ち着いて寝ちゃって、ね、もうそのまま寝たらよかったんだけど、通知でパッと目覚めて、イベント開始ってなったから、まあとりあえず、寝ながら枠引いとく、あの、開けといたらええかと思って、うん。寝ながらでも枠開けといたらとりあえず10人ぐらいつくやろ、みたいな。ポンポンぐらいね、500個ぐらい集まって、まあ2位ぐらいにはなってるかなと思って。ね、だったらこれよ、この19位ってお前。ありがとうございます、ポンポン三つです。あれです。レクサスね。うん。早く復活させないと。レクサス早く復活させないとね。うん。そういうことですよ。ね、レクサス買いたいんだから、早く。もう俺を有名にしてよ。俺を有名にしてよ。応援して。うわ!パーです。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。あれです。もう
そういえば10倍ポンポン出る確率は俺低すぎるやろ。また上に嫌われてるからって、そういうね、陰湿陰険ないじめを受けてんねん、俺。毎回毎回そう。俺の枠って、10倍とか出えへんからな、ほとんど。これ運営にね、陰湿陰険ないじめ受けてるから、俺。もうね、完全にやられてるから。かわいそすぎひん、俺。運営の、あれ、運営のお気に入りちゃうで、運営のこれやで、あれ。ね。絶対運営の肉便器や、ああいうと。